こんにちは。高専、高専受験のための学習塾、YouTube チャンネル、PDCA スクールと KPC の谷にでございます。中学校3年生の皆さん、現在1学期中間試験対策、もしくはその最中だったりすると思うんですけど、おそらく英語の試験範囲に、現在進行形じゃねえわ、現在完了現在完了進行形っていうのが入ってる人が多いのではないでしょうか。え、現在ですね、えー、これにね、つまずいてるとか、問題解けるけど、しっくりきてないっていう人が結構多いんですね。質問だったり相談が多いです。 で、学校の先生の授業だけじゃ、ちょっと納得いかないなっていう方が多いので、今回これを詳しく説明して、問題を紹介して、インプットとアウトプット、両方終わるように、一本の動画にしてみたいと思います。それではよろしくお願いします。大切だと思ったら、もう学校の自習弁ノートとか、自分が使っているノートにメモしたりしていいと思います。で、ノート書く習慣がない人は、もう今現在ね、動画に映しているものをスクショしたり、今日紹介するこの動画に映している版書は全部 PDF で、コメント欄、概要欄に貼っておくので、そちらでダウンロードしてください。それじゃあ、 実際に本題に入ろうと思います。このね、現在完了、現在完了、進行形っていうのは、結構つまずきやすいですね。で、まず最初つまずきやすいってのと、まあ問題解けるようになったけど、本質はちょっとつかめない。ぶっちゃけよく理解しきれてないっていうパターンが多いんですよ。で、これをね、今日ね、解消できればなっていうふうに思ってます。じゃあまず、 大切なポイント、1、2、3、4、5っていう風に分けて、皆さんに伝えていこうと思います。まず、一つ目のポイントね。一つ目のポイントは、この現在完了時勢とか、現在完了進行形、もしくは現在完了進行時勢っていうのは、これね、時勢ということを理解すべきなんですね。どういうことかっていうと、時勢っていうのは、まあ、今まで習ってきた過去時勢、過去形とかね、現在形、現在時勢とか、未来形、未来時勢って、これまで習ってきましたよね。こいつらと同じくくりなんだなっていう意識がまず大事です。例えば、現在時勢ってどういうことかっていうと、 普段続いていること、習慣を表す時性ですね。例えば、I play tennis だったら、私は普段からテニスしてますって意味になりますよね。I play tennis.I'm happy 私は今幸せだし、普段から幸せですって意味だったら、I'm happy って言いますね。だから、この現在時性は普段からしているよってことを表す時性。で、未来は今からすることだったり、意思を表すね。これからするぞっていう意思を表すために使う時性ですね。例えば will、will プラス、えっと、動詞の原型とか、be going to do で、今からすることを予定、意思を表すことができます。で、 過去時勢はどうだったかっていうと、動作の完了を示す。で、そういった時勢でしたね。The、I studied English だったら、私は英語を、まあ、勉強しました。し終えましたっていう動作の完了を示す。これが過去時勢でした。で、それに、まあ、現在進行時勢、過去進行時勢、ね、何々しているところでした。そういう行為とか動作の最中、途中であることを表すのを習いました。で、現在進行形は今ちょうどしているところです。まあ、行為とか動作の途中ですよ。終わりじゃなくて途中ですよってことを、まあ、表すのが進行形、進行時勢でしたね。 で、今回学校で新しく3年生で習ってるのが、この現在完了時制と現在完了進行時制なんですね。こいつらの仲間だと思ってください。まあ、過去、現在、未来、過去進行、現在進行。それぞれ過去は動作の完了で。過去進行が動作の、過去で行っていた動作の途中とか最中っていうことを表すことができる。で、現在進行は今ちょうどやってることの動作、行為の最中ですよ、途中ですよっていうことを表す。で、現在時制は今続いていること、習慣だったり継続していることを表す。 で未来は今からすする予定のことをを意思を表すじゃあ今回学んでいるこいつらは何を表しているのかっていうのを詳しく説明したいわけなんですねじゃあ本題に入りましょうこの現在時勢を表すためにはあ現在時勢じゃない現在完了時勢を示すためにはこの形をとってくださいこの並びをとってくださいっていうふうにまあ、学校の先生に習ったよねハブハズプラス過去分子で現在完了時勢を表すことができますよっていうふうに並びをまず習ったはずですでこの語順のことを文法って言いますねこの並びだと この時勢を表すことができるよってことを習いました。じゃ、ここまでいける人はまだいいんですよ。で、次、そもそもじゃあ結局何を表したいのか、何を表しているのかっていうのを3つ目で解決します。じゃあいきます。3つ目ね。じゃあ結局、ハブプラス過去分子、ハズプラス過去分子で何を表しているのか、過去形と違うのか、過去時勢と何が違うのか、これが結論です。過去の1点から今の今まで、今のところまで続いていること、経験していること、完了していることを示すことができるのが現在完了時勢なんですね。じゃあ過去形といまいちよくわかんない。 何が違うんですか。まだしっくりきてないと思います。じゃあまずポイントとしては、なんで現在完了っていうのか、過去形と何が違うのか。過去は昔の時点での1点、点での出来事の、まあ、動作の終了を表してるだけ。で、現在完了って何かっていうと、現在まで矢印が引っ張っていて、引っ張られていて、で、そこの時点で完了している、そこの時点での出来事を言うから、現在完了っていうと思ってください。もう一回言いますね。現在完了ってなで現在完了っていうかっていうと、過去の1点から今の今まで。 で、現在の先っぽまで、この矢印の先っぽで現在止まってるけど、一旦ここまでのお話で、継続、経験、完了していることを示す。だから、矢印の終わり、矢印の先っぽが現在で完了してるから、現在完了時世っていう名前がついてると理解してください。ここまで OK ですかあー、なるほどねって思うでしょで、もう一つのポイントが、点化、線化なんですよ。点化、線化。これまで勉強している、過去時世、現在時世、で、未来時世、過去進行、現在進行。こいつらはどっちかっていうと、点です。 点での出来事、もしくは点に近い出来事ですよね。今、現在での習慣、続いていること、普段からそうなっていること。で、過去の一点での出来事、ここで終えたこと。で、未来での一点で、私はこれこれするでしょう。何々でしょう。点なんですよ。ですが、今回習っているこの時世っていうのは決定的に違うところが、点ではなくて、線なんですよ。線。点ではなく線なのが、現在完了と現在完了進行形、もしくは時世なんです。ここが二つ目のポイントです。 ね、過去の一点から現在まで今のところこれこれしていることを示せるのが、まあ、この現在完了今の今まで現在まで矢印が引っ張られていて矢印の先っぽ現在で完了しているから現在完了でプラスアルファ点ではなく線なのであるってところが2つ目のポイントなんですだからこの2つを押さえてください現在完了の名前の由来と点ではなく線なんだなと過去の一点から今の今まで続いていること経験していること完了していることを示すことができるのが現在完了なんだここが過去形との過去時制との決定的な違い OK ねでこれが3つ目のポイントじゃあ 皆さんちょっと思ったはずです。不定詞の時のように、何々すること、何々するため、何々するべきとか、べきとか、するためのって、み、みつあったよね、種類が。で、この時も思ったはずです。どれで訳せばいいのかわかんねえよと。で、これ、慣れですよとか、勉強してくださいってごまかされたかもしれませんけど、不定詞の時も、手がかりを持ったら、この3つ、仕分けれましたよね。僕の授業を受けてたり、過去の動画見てくれてる人はわかってると思うけど、現在完了も一緒です。そう。基本的に慣れとかも必要なんだけど、ちょっとね、ヒントがあるんだよ。 これをちょっと今から言います。何かっていうと、まず見分け方。継続か経験か完了かわかんないよと。じゃ、まず見分け方。一つ目はごまかしです。まず話の流れ。慣れてくださいってことです。話の流れから経験か継続か完了かは、話の流れでだいたい予想してねっていうのが、まあ、まず塾の先生とか学校の先生が言い,言いそうなことかな。で、もう一つポイントあるんだけど補足なんだけど、ま、カッ1のプラスアルファ。実践とかテストでもほとんどなんだけど、まあ、継続がほとんどだね。用法としては。よく使われる頻度としては、ま、継続が80%。ほとんど継続で使われます。 今の今までで何年間してきました。子供の頃からずっとやってきました。みたいな感じで使われるのが、この現在完了の8割ぐらいの使い方。で、残り20%で経験完了ぐらいのイメージを持っておいてほしい。OK ね。これイメージね。で、2つ目。これ結構大事。このパズルみたいに、まあ、ちょっとね、手順的ななんかノウハウが必要なものだよね。定期試験対策って。で、これ2つ目が大事だね。継続経験完了で、大体出てくる言葉決まってるよね。 っていうところに着目ししてほしいこれね不定詞の対策と結構似てるどういうことかっていうと継続だったら、まあ、何年間とかいつからっていう表記がないと継続って表現しにくいから、まあ、これがあったら継続くさいよねっていうのがポイントで経験の方は Ever とか Never だよねあ,だあなたはかつてこれこれしたことありますかとかあなた私はこれこれ今まで一度もしてませんっていう表現するためには Ever とか Never が付き物だから疑問文とか否定文でこいつらがあれば経験くさいよね経験の可能性高くないっていう風に予想できるわけなんですよ で、完了も一緒。ちょうど終えました。すでに何々し,して、しました。とかね。今の、過去の一点から今の今までで、もうこの時点で、今の時点では、ちょうどこれこれしました。すでにこれこれ何々でした。とかね。あ、ジャストとかオールレディって、完了である、ね、パターンが多くないっていうふうに気づけるわけですね。だから、こいつら登場人物で、まあ、継続か経験か完了かっていうのは、だいたい予想できると。 で、このお馴染みのこの言葉をざっくりでいいから見覚えがある状態にしておくだけでかなり仕分けの精度が上がります。OK ね。でこれが4つ目のポイント。見分け方。まず慣れと話の流れからね。慣れてくださいってのと話の流れ。だとだいたい8対2ぐらいだよっていうのは、まあ、1つ目のポイント。で、2つ目がこのだいたい登場人物決まってるよねっていうのが2つ目のポイント。OK ね。じゃあ、現在完了進行形って何やねんっていうふうに思うと思うんですよ。で、これ何かっていうと、現在完了を足す現在進行が足された感じです。さっきの図で言うとこれ。今の今まで続いていてま、まだやってるよみたいなイメージ。 過去の1点から今の今まで続いてて完了してて、かつ今もまだ続いてるイメージ。だからマラソンみんなゴールしてるけど、A 君だけまだ走ってるよ、みたいなイメージ。そんなイメージが現在完了進行形です。OK ね。じゃあ実際に例文見たらわかるんかなあの例文見ておきましょう。She has been studied for 6 hours って言ってます。これは彼女は6時間の間、今勉強し続けてるんだよっていうふうに言ってます。どういうことかっていうと、彼女は6時間の間、今の今まで6時間勉強し続けてって、今もまだ机に向かってやってる最中なんだぜって言ってる感じ。 で、これが現在完了。この瓶がなくなるとどうなるかっていうと、まあ、今の今まで勉強してました、6時間の間。で、今ちょうど完了して、勉強してない状態です。これが現在完了で。現在で終わってることだからね。で、この完了形と進行形の文法が連立されてる状態になると、現在完了進行形になって、今もまだし続けてるよ。6時間してるところだよっていう感じになるイメージ。 じゃあ、この並びを覚えるのがね、暗記するのは嫌だよって人がいると思うから、覚え方を紹介します。じゃ、どうするかっていうと、この色がね、意味深だと思います。え、なんでこれ色分けてるんだろうえ、なんでこれ二重丸してるんだろうって思われた方いるかもしれません。これがポイントです。どうやって覚えるかっていうと、ここどんな文法になってる完了系の文法になってるよね。現在完了の文法になってませんかハブプラス過去分子。ハブプラス過去分子。あ、完了系の文法だ。ね。現在完了の文法。ハブプラス過去分子。ハブプラス過去分子。じゃあ、青色の方はどうなってる青色の方の文法はそう。B プラス ING。 B プラス ING そう、進行形の文法になってるわけですよで。これ何が言いたいかっていうと、連立されてるんです。文法が連立されてる。すなわち、数学でいうとこんなイメージ。いや、a=a=y イコーと y=b イコールみたいな。で、これを連立すると、a=y=b イコール、y、イコール、B、ですよねって言ってる感じ。で、これ、文法が連立されてるから、現在完了の時生かつ、 今も続いている現在進行の状態だよっていうことを表しているわけですね。だから、これをね、ハブプラス B、B ーンプラス ING、ハブプラス B ーンプラス ING って丸暗記するよりかは、あ、現在完了進行形だから、現在完了の文法と、まあ、進行形の文法を連立すればいい、連立してる状態なんだっていうふうに理解すると、丸暗記しなくてよくなりそうですよね。だこれをまず理解していただくと、暗記コストが減るかなっていうふうに思います。はい、それでは。 こんな感じです。これが分かっていればかなり楽になったんじゃないかなっていうふうに思います。まず、現在完了、現在完了、進行形っていうのは、まあ、過去、現在、未来、過去進行、現在進行みたいな、時制の仲間なんだよと。特別な文法なんじゃないよと。ただの時制。で、この並びをすれば現在完了が示せる。じゃあ、現在完了って結局何なのか過去時制とは何が違うのか何かっていうと、過去の一点から今まで、今のところ、継続、経験、完了していることを示せる。点ではなくて、線なんだよ。これまで習った時制は点だったんだけど、点だったんだけど、今習っていることは点ではなく、線。 線なんです。オッケーね。点ではなくて線。だから毎回毎回心の中で、あ、ハブプラス VPP、ハブプラス過去分子が来たら、過去の1点から今の今まで続いてて、現在で完了しているようなことなんだな、そこまで経験、完了、継続していることなんだなっていうふうに心の中で思いながら読んでくださるとかなり円滑かなっていうふうに思います。じゃあこの3つどうやって見分ければいいんですかって言ったら、まあ、慣れと話の流れとだいたい8対2ですよっていうイメージと、この登場人物でだいたい予想がつくよっていう、このコツ。で、現在完了進行形もコツさえつかめれば あとは問題解くだけだよねって感じ。はい。ということで、問題も全部解いちゃうと、解いちゃうと動画の尺が30分、40分ってなっちゃうので、じゃあ、この問題の解答、問題ね、これ実はこれ過去問だからね、これ実際の中学校で行われた定期試験の過去問なんで結構実践的です。これそのまま出るかもねっていうぐらいだよね。うん。じゃあ、こいつらを概要欄、コメント欄でダウンロードできるようにしておくので、実際にやってみてください。で、これじゃなくても自分の持ってるワークとかでも大丈夫です。じゃあ、このね、赤い線引いてるところが、 あのー、今回解いてほしいなって思ってるところなので、まあ、最低限赤いね、アンダーラインが引かれているところは、まあ、現在完了、まあ、現在完了進行形ってことで、ちょっと解いてみてください。で、過去問の他に、あの、チビムスドリルさんっていうね、サイトがあるんだけど、これちょっと引用させていただきます。あもそのまま貼っちゃったら、あかんかな。あ、でも、あれだね、利用規約で、あの、チビムスドリルさんのです、使ってますっていう,うに紹介したら、OK って書いてたんで、あ、そのまま載せちゃおうか。じゃこれ PDF に一緒に入れておくので、このチビムスドリルってのを一緒にちょっと、 解いておいてもらえると安心かなっていうふうに思います。もちろん、チビむムスドリルさんのサイトの URL もそのまま貼っておくので、あの、ぜひともね、他の単元も利用してみてください。はい、ということで、まあ、インプットを僕の説明で終わったので、あとはアウトプット、問題を解いてください。インプットしてアウトプットするのを繰り返しで実力っての上がっていきますからね。ということで、今回は現在管理と現在管理進行形。これ大学、高専に行ってもずっと使える概念になりますからね。で、これ聞いて理解できただけで、もう同級生の、もう 2, 2ステップぐらい、皆さん上に今行けましたので、これからどんどんね、一緒に勉強してもらえると嬉しいです。ということで、まあ、高専受験もね、一緒に情報収集、勉強、 に頑張っていきましょうということで、今回定期試験対策ということでやらせていただきました、まあ、単元特化の授業ですね。ということで、今回の動画終わっていきたいと思います。あなたの選択肢に好戦、高専を 高専塾高塾チャンネル年間の優勝サービス一覧そろそろ高専入試シーズンがスタートしますので紹介していきたいと思いますまず最初は7月から1ヶ月ごとに開催予定の高専入試のリハーサル模試高専合格にググッと近づけます7月半ばから9月まで開催予定高専入試対策の夏季講習ぜひとも通われている塾とセットでご利用ください8月から高専入試まで開催高専入試対策長期映像講座かなり強力な高専合格のためのコンテンツです 年末年始頃開催予定高専入試対策冬季映像講座こちらもかなりボリューミーで合格へのラストスパートを担保してくれます12月頃開催予定高専推薦入試対策講座個別対応になりますので推薦入試対策にはもってこいです秋頃発売高専一般入試対策問題集高専入試の傾向にのっとった問題集です高専合格者限定の予習講座も2月頃販売予定です在校生向けにも数学の予習復習講座数学の教科書の PDF データ こちらは一年中通して販売しておりますぜひともお見逃しなくチャンネルの動画の更新をお見逃しなく PDCA スクール Thank you for watching till the end Please subscribe to our channel